霜降り明星ネタ作りの秘訣。お願いします。 M1 王者霜降り明星が芸人養成所 NSC に通う後輩たちにネタ作りの秘訣などを教える特別授業を行いました。でもやっぱ2人でね、やっぱネタ作ってたら、はい、どんどん5年6年やってきたら発想とか似てくるんですよ。粗品がやっぱこれやりたくないやろなっていうのは思いつかないですし、ボケ50個考えたら半分ぐらい被ってくるんですよ。そこにね、やっぱたどり着くまで2人でこう何年か大喜利を毎日出し合うっていう。そしてネタ作りで大事にしているのが、まあ、僕の見た目に合ったネタはしようと思ってますけどね。やっぱ見た目に合ってないネタってウケないことが多いんで、僕が賢いネタ思いついてもやっぱウケないですね。ボケってかっこいいもやみたいな感じで入ってくるじゃないですか、お笑いって、はい、それこそ松本さんの感じとか憧れて、やっぱそういうのをねだんだん捨てていくというか、捨てた時にこうなんか生まれるというか。どうしても女ネタに走りがちで、であの中途半端な年齢なのですごく悩んでて、あもう何でも今やっていいと思います。もう結局一周回ってきたりするんで、あ結局あ私したら女芸人が武器やなって気づくまでにやっぱいろいろやらなきゃダメなんですよ。武器で、いやいや女ネタに走りがちという言い方されますが、それは別にいいんじゃないですか、うん、いやいいと思いますよ。女性のネタをするべきだと思いますし、結婚したすぎる女とかでいいじゃないですか。35ちょうど、バッチリそういうネタを。ちゃちゃちゃ、伊藤麻子さんやそれ。伊藤麻子さんやろ。いやレオタード来て、ね、いやそう伊藤麻子さん。レオタード来ます。いやあかんねん。伊藤麻子さん。ありがとうございます。では三宅さんから。何？いや朝から黒い。なんで？なんで？お、ああ、うん、いや、おしっこの仕方がかっこいい。朝。はい。長尾さん、いや知らん。すいません、長尾さんはメンバーですよ。え、いやいやいや。そして長嶋さん。うん。ただのヤバい人。何？すごい。ちょっとやめて。一回目。はい。出た時挨拶した時、はい、じゃあ1週間お願いしますって勝手に3週削られたんですよ。4週出るっちゅうで最後は一番ヤバい人。最終回に霜降りさん本当にお疲れ様でした、うん、古畑任三郎のモノマネ良かったです、うん、やってないですよ。